ピン芸人のやす子が8月31日から9月1日にかけて放送された24時間テレビ47日本テレビ系のチャリティーマラソンで注目を集めた。9月8日にはサンデージャポン TBSK に出演し、マラソンの経緯や自身の体験を語った。彼女は台風10号の接近により予定されていた市民ランナーの参加が中止され、横浜市の日産スタジアム内を一人で周回することになった。最終的に約81キロを走り切り、募金総額は約4億3800万円に達した。やす子はマラソン中に左足を痛めたものの、無事完走。自身のキャッチフレーズハイにちなみ、最後は両国国技館に到達するまで走り続けた。しかし、ここで新たな疑惑が浮上することとなる。9月7日に、YouTuber みのう物語がやす子が走ったコースを徒歩で移動する様子を動画で公開し、そのタイムに注目が集まった。みのう物語の動画によると、やす子が9月1日の午前6時半に日産スタジアムを出発し、20時41分に両国国技館に到着したのに対し、みのう物語は同じ距離を徒歩で約9時間で移動したという。徒歩での移動時間が約9時間だったのに対し、やす子が走って14時間以上かかったことがネット上で大きな話題に。ネットのコメントには恋に遅延させてる、24時間テレビのマラソンが演出だといった意見が寄せられ、日テレの演出に対する疑念が広がっている。芸能ライターは、日産スタジアムから国技館まで休憩なしで歩いた場合、7時間で到着する。やす子が14時間以上かかったというのは異常であり、演出の可能性が高いと指摘。視聴者からは、マラソンが演出であったことを示唆する動画が出てきたことで、日テレへの不信感が募っているとの声も上がっている。昨年、募金の不正流用問題が発覚した24時間テレビだが、今回の疑惑も信頼回復に向けた障害となるかもしれない。やす子の努力やチャリティーマラソンの意義は評価されるべきだが、番組の透明性が問われる中で信頼を取り戻すためにはさらなる説明が必要となるだろう。